中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦。左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のノーブルヘッド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはケープブラウン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくケープブラウン行きました。続いて前へ行くのはエトワールミラー、さらにはシンボリグレイン、10番マルゼンクリスタル、その後ろノーブルヘッド、後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのはシンボリグレイン。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のシンボリアルダン、現在先団に取り付いています。それでは先頭からシンボリグレイン先手を取りました。11番シンボリアルダン2番手を追走、ボーセンハードすぐ後ろ、その隣にエトワールミラー、その横にスイートカップ、その後ろからはグレートウェルズ、その隣にマルゼンクリスタル、その外にモリケリー、マーベラスキャスト、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。シンボリアルダン早くも先頭、シンボリグレインほとんど差がありません。ボーセンハード3番手、さあシンボリアルダンこのまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。シンボリアルダン先頭、差はほとんどありません。2番手はエトワールミラー、先頭を捉えるか。やはりシンボリアルダン先頭だ。残り 200m、 シンボリアルダン先頭だ。シンボリアルダン先頭、コスモウッドマン迫る。シンボリアルダン1着、シンボリアルダン1着、2着にはどうやらコスモウッドマン。シンボリアルダン G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。